単調。単調、単調。グルスやポネンシスは、長光鶴目鶴か鶴属に分類される鳥類。その美しさから、日本や中国では、古来深く親しまれてきた鳥である。折り鶴、千円札、昔話などで身近なことから、鶴、単調は、日本を象徴する鳥になっている。日本、北海道東部、ロシア南東部、中華人民共和国。 大韓民国北部、朝鮮民主主義人民共和国。種ョ名ヤポネンシスは、日本産ののい、アムール川流域で繁殖し、冬季になると、チャンス省沿岸部や朝鮮半島へ南下し、越冬する。日本では、北海道東部に周年生息、流潮し、エリモミサキ島の太平洋岸、ネムロ海峡沿岸部、オホーツク地区、1982年以降は、 クナシリ島やハボマイ諸島、2004年以降は、宗谷地区でも繁殖している。越冬地は主に、串路湿原周辺だったが、近年は、十勝平野西部や根室地区での越冬例が確認、増加している。日本で最も有名な生息地は、串路湿原一帯であるが、ごく稀に、石狩平野の上空を飛来することがあり、鳴き声が聞かれる。2015年5月31日に、 札幌上空で飛来が確認された。全長102から147センチメートル。翼長64から67センチメートル。翼体長240センチメートル。体重4から10.5キログラム。全身の羽衣は白い。目先から喉、頸部にかけての羽衣は黒い。頭頂には、羽毛がなく、赤い皮膚が露出する。は赤いので。 頭頂に露出した皮膚に由来する。口彩は黒や暗褐色。口しは長く、色彩は黄色や黄褐色。光子は黒い。自列風切りや三列風切りは黒い。気管は胸骨、竜骨突起の間を曲がりくねる。湿原、故障、河川などに生息する。陶器には家族群もしくは家族群が合流した群れを形成する。 日本の個体群と大陸産の個体群は泣き交わしに、異がある。植生は雑食で、昆虫やその幼虫、エビ類、カニ類などの甲殻類、カタツムリ類、タニシ類などの貝類、土壌類、コイヤチウグイヌマガレーなどの魚類、エゾアカガエルなどのカエル、アオジコヨシキリなどの鳥類のヒナ、ヤチネズミ類などの哺乳類、セリハコベなどの葉、アシスゲフキなどの芽、スギナノクキ、 太もも水ならなどの果実などを食べる。繁殖様式は卵生。繁殖期に1から7平方キロメートルの縄張りを形成する。湿原、北海道の個体群は、遠征湿原で繁殖した例も、ありや浅瀬に草や木の枝などを積み上げた、直径150センチメートル、高さ30センチメートルに達する皿状の巣を作り。 日本では2月下旬から4月下旬に1から2個の卵を産む。日本では大規模な出現の減少に伴い、河川回収によってできた、未活気湖や河川上流域にある小型木な湿地での繁殖例が増加している。私有抗体で放卵し、放卵期間は31から36日。ヒナは孵化してから約100日で飛翔できるようになる。 日本では1133年の史女州が単調という名称の書出と推定されている。奈良時代以降は多種と区別されず単に、多ズ、ツルとされ、主に白田、ズ、白ツルといえば本種を指していたが、袖黒鶴も含んでいたと推定されている。江戸時代には白鶴は主に袖黒鶴を指すようになったが、本種が白鶴とされる例もあった。 江戸時代の総本学でも、現代と同様に、鶴といえば、本種を指す例が多かった。1666年の訓網髄では鶴、区枠の別名として、鶴、多ず、千金が挙げられ千金は、本種の官名であること、不審な点はあるものの図から鶴といえば、主に本種を指していたと推定されている。一方で1695年の当初造法訓網髄では、図は変わらないものの、 本種ではなく袖黒鶴か、真鶴を指したとあれる本蔵アミメからの引用、訳文と推定される解説、法や講師が赤いが付け加えられている。1789年の当初造法、訓毛髄体制では解説は変わらないものの図が、新たに描き起こされ、探偵、探偵の別名も追加された。本庁職館では、鶴は和明類受賞にある足立で、 続称は単調であると紹介している。古くはより広域に分布し一般的であったか、口述するように、縁起物や芸術作品といった造形物を目にする機会が多かったことから鶴といえば、本種という認識が定着していったと考えられている。一方で古くは、現代よりも広域に分布していたとはいえ、日本全体では本種を見ることは稀であり。 実際には鶴はマナ鶴を指していたという反論もある。地域差もあり、貧乏国、福山資料1809年、須王国、諏王産物なよろ1737年、長戸国、船木産物なよろ町1739年の文献では、鶴の別名をマナ鶴としており、これらの地域では鶴はマナ鶴を指していたと推定されている。奇襲国、 紀の国属風土記1839年では、特徴、頭頂が白く、頬が赤いカラツル、シラツルは、袖黒鶴ルを指していたと推定され、木山菌類尋問時、年代不明では、単調は飛来しないとする記述がある。1708年の大和本草には、頭頂が赤く、後足が黒いまさき、北海道に分布する、タントリという鳥類の記述があるが、色は黒いとされている。 オノライい山による1801年のマト本造、規制では、単調と単取りを区別し、単取りは幻覚であるとしている。幻覚に関しては、定義が不明瞭なため童定は困難でおぐろずる、カナダズルクロルナベズルナベ構成形、幻覚の別名を青鳥とする文献があるためを、指すなど、複数の説がある。単取を本種とする考えもあり、単取を 単調音に書き換える例も多く見られるが、古くは単取りは複数の定義を持つ語であったと考えられ大体来期。愛能書、和字画では、ホタルの別名、本蔵茂目目録啓蒙では近景を指す語であったと推定されている。漢文金婦では本種に朝鮮鶴の名称を当てた例もあるが、これは単に朝鮮半島に由来する鶴の意と推定されている。 アイヌ語ではサロルンカムイと呼ばれ、これはヨシュワラの神の意がある。縁起物や芸術作品のモチーフとされることもあった。1964年に北海道の道取りに指定されている。アムール川流域ではのびによる植生の変化や素材の減少により、中華人民共和国では農地開発による繁殖地の破壊などにより生息数は減少している。 1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。生息数が順調に増加していることを受け、2016年7月、給仕などの保護増殖事業を行っている、環境省がこれらの事業を将来的に終了する方針を示している。江戸時代には、江戸近郊の三河島村、現在の荒川区荒川近辺に、 単調の平市があり、手厚く保護されていた。単調は、毎年10月から3月にかけて見られたという。幕府は遺体を竹洗いで囲み、鳥見慣るし、休時係、夜犬を見張る、犬番を置いた。給仕の際は笹ささを鳴らして、単調を呼んだが、単調が来ない時は、荒川の向こうや西洗い方面にまで探しに行ったという。単調は午後6時頃から、 朝6時頃まではどこかへ飛び去るので、その間は、やらいないに入ることを許された。金剛のねきし、金杉あたりでは単調を驚かさないようにタコ揚げも禁止されていたと。こうした、鶴子外府上では、将軍が高狩りによって鶴を捕らえる行事も行われた。これについては、鶴尾なりを参照されたい。東アジアにおいては、古くから単調は、 その清楚な退職と気品のある体つきにより、特に神聖視され、随調とされ、ひいては縁起の良い衣装として、文学や美術のモチーフに多応されてきた。また、皇太子の乗る車を指して、格画と呼ぶように、後期の象徴ともされた。同教的世界観の中では特に仙人、仙道と結びつけられ、単調自体が大変な長寿であると考えられたほか、 とぶき聖老人が尖閣に乗って飛来するとか、州の霊王の大使進むが仙人となって、白鶴に乗って去ったといった説話が伝えられている。武学の曲に、コンロン八千、転ばせと呼ばれるものがあり、奈良国立博物館には、同名の武学面が伝わっているが、この前は、コンロン山に住む八人の仙人、コンロン八千、コンロン八千が鶴の姿に行って舞い踊る様を、表すという。 なお、古来の日本で、花といえば、梅を刺したのと同じように、伝統的には、中国や日本で単に、鶴といえば、単鳥を刺しているのが通常である。また古くは鶴を刺して、タズとも呼んだ、8世紀の皇族、長屋王の邸宅跡地からは単鳥らしき鶴の描かれた土器が出土しており、これが現在知られている中で最古の単鳥を描いた文物である。 平安時代から室町時代にかけては鏡の装飾に鶴門が多く使われた。鶴ほど広範囲に様々な衣装に用いられているモチーフは他に例がなく、鎌倉時代の立ちや、老い、きつらゆきの用いた、若漁師、五福島神社の薪絵子からび日光東照宮陽明門の丸柱、新神の陶器、海の長者の大漁岩井木、沖縄の瓶型染め、久留米の絵がすり、 修学院離宮の茶室に見られる羽子板型の尻尾を引き手、光輪の軍閣文巻へすずり箱、江戸の釜市、名古屋吉政の板鶴に、吉光菊門外の茶釜など、その実例を挙げるに及んでは、埋挙に糸間がないという。室町時代に入る前後からそう、元時代の中国から、花鳥画の習俗が日本へ入ってくると、優美な姿の単調は、好んで描かれる。 モチーフの一つとなり、伊藤若冲のような画風の異なるものも含め、多くの画家によって現在まで多数の作品が描かれている。通俗的には、亀は万年の年を経、鶴は千代を八重ぬ乱と、農曲、鶴亀や地歌にも歌われるように、鶴と亀はいずれも長寿のシンボルとされ、往々にしてセットで描かれてきたほか、また、花長が以来の伝統として、 松竹梅などと合わせて描かれることも多い。花札の約札、松に鶴などもこうした流れのものであるということができる。愛の民族の間には、単調の眉をモチーフにした舞踊なども伝えられている。近年の文化上の事例としては、1964年、昭和39年、北海道の道取りに指定されているほか、1984年、 昭和59年に発行された千円紙幣は里面に単調の衣装を用いている。日本航空のシンボルマークはいわゆる鶴丸だが、これは単調のイメージに乗せて用いられている。中国で最も初期の鶴をかたどった文物といえば、春秋戦国時代の青銅器がよく知られているが、さらに古い印象時代にも、墳母から鶴をかたどった彫刻が出土しているという。 東京では、前述の通り、単調は、千人の象徴、不老長寿の象徴とされ、陳調された。一方、俗信としては、単調の頭頂部からは、猛毒の物質が取れるとされ、鶴腸をくれない、単賊などと呼ばれることがあった。2007年に、中華人民共和国国家林業局が、同国の国鳥に、単調の選定を提案し、国務員も受け入れたが、 単調の学名、英名ともに日本の鶴を意味することから後に議論を呼ぶこととなった。中国では先日の通り古くから単調が親しまれ愛されてきた経緯がある。選定の際にはインターネットでのアンケートを参考にしており全510万票のうち65%を獲得するという圧倒的得票率であったという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。